次に伊佐真一君。伊佐一君おはようございます。えー、公明党の伊佐真一です、えー。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます、えー。早速質問に入らせていただきたいと思います。あのーまあ、後ほど発電所の話はさせていただこうと思っておりますが、まず冒頭、少しあの試験研究炉について質問させていただきます。この試験研究炉というのは小型の研究炉でして、まさしくこの分野の日本の基礎研究を。 になっていくところでありますでいろんな研究がありまして、まあ、もちろんこの安全性の向上というものもございます、まあ、それ以外にも、例えば放射線利用という観点で、医学のために役に立ってたりとか、あるいはものづくり、こういうところにも貢献しているというのが、この基礎研究、えー、試験研究路でございます。で、日本で今、全部で8つあります。で、大学が持ってる、まあ、本当に小さなものが3つあります。でそれ以外5つは誰が持ってるかというとう 日本原子力研究開発機構、JAEA と言われるところが持っていると、であの今日はこの5つの JAEA の研究路の現状について伺いたいと思います。というのは、今、先ほど福田委員長の方から、その活動状況の中で、審査が終わったものというのは、いろいろと言っていただいたと思いますが、まあ、終わっていないものもあって、まあ、審査中のものもあると思いますので、えー、まず文科省に対して、 この JAEA の5つの研究炉、あるいは実験装置のうちで、再稼働の状況がどうなっているかというのを伺いたいと思います文科省、千原大臣官房審議官。お答え申し上げます。今、先生ご指摘の原子力機構におきましては、原子力研究開発の基盤を担う5つの試験、研究炉の運転再開に向けて取り組んできております。このうち平成30年6月には 原子炉安全性研究炉、NSRR は運転の再開をいたしましたが、その他の4基、JRR3、定常臨界実験装置、ステイシー高温光学試験研究炉、HTTR、高速実験炉、j 用については、運転再開には至っておらず、原子力規制委員会の審査を受けている状況と承知しております,す伊佐新一君え。つまり5つある研究炉のうち、今、結局その、まあ、動いているのは1つだけと。4つは まあ、あの震災が終わって9年間経ちますが、えー、審査中と、えー、当然維持費というのもかかっているわけです、で震災以降、止まっているで、例えばさっき申し上げたこの JRR3、これあの、中性子を発生させる研究路でありまして、普通、X 線でなかなか見えないところが見れるというので、例えばさっき申し上げた放射線治療、がん治療でありますとかで、あるいは産業界とか大学が使っておりまして、年間、動いてたときは2万人が利用してました。 で論文も年間で180本出ておりましたで今、JRR3 使えないから、日本のこの研究路が使えないから、どこに行ってるかというと、そうした2万人の方々、海外に行ってます、韓国とかオーストラリアに行ってます、そこで試験研究路を使っていると、まあ、こういう JRR3 のように、この原子力のこの分野の研究者だけじゃなくて、産業界にとっても大事なろうというのがあ,のあります。 でこういうのも含めて、研究炉の審査というのを着実に前に進めていただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょう原子力規制委員会、委員長お答えをいたします。まずあの、ご質問の中であの詳しいあのお話がありましたので、ちょっと詳しく申し上げますけれどもあの、日本原子力研究開発機構が持っております5つの、いわゆる研究炉、この5つの中で、NSRR とステーシーと呼ばれるものは安全にかかる。 研究炉であり、それから HTTR、常用はそれぞれ高温ガス炉、並びにナトリウム冷却高速炉といった特定の炉の炉の,炉の開発のための炉でありますで。医療に対する応用であるとか、あるいは中性子で物を見るといったような基礎研究に使われている原子炉は JRR3 のみであります。でこのににつきましてはすで 設置変更許可を行いましてあの、設計そのものの審査は終了しております。で、その設計通りに工事が進められているかどうかということの確認にかかる、設工認という、まあ、あの審査の2つ目の段階になっているところで、この確認をする審査を進めているところであります。まああのえー、いずれにしましまても 動き出しているのは、安全性にかかる NSRR という原子炉一機であって、4施設が適合性に関しての審査ないしは検査を受けているというところであります。原子炉規制委員会としては、試験研究用の原子炉施設の形式、型式や出力、施設が周辺公衆に与える影響などの特徴を踏まえて、施設に応じた審査を迅速に進めてまいりたいというふうに考えております,す伊佐伸一君。 えー、ありがとうございます、えー。詳細に教えていただきましたが、このでも JRR3 というのは、さっき申し上げたように、現にこのまだ動いてないと、で確かに審査、その設置変更の審査は終わったけれども、設公認というのは今、されてらっしゃるということで、まあ、こういう審査も依然続いてるわけですね、でそういうところでもあのしっかりと、まあ、IAEA がその審査の仕方として、グレーデッドアプローチというのを推奨しております。でこれはあの 合理的に達成可能な最高水準での防護と、合理的に最高水準に達成せよということですので、当然、大きな原発と研究炉というのは、当然いろいろとその見るべきところの,その,、まああのまあ、水準というのも違ってくるんじゃないかというふうに思っております。こういうものも加味しながら進めていただきたいというふうに思っております。でえー、この、JA、の業務についてですが この原子力の研究開発だけじゃなくて、まあ、次世代のさっき申し上げたその原子炉の開発と、こういうのもありますが、例えば廃炉の研究、あるいは福島の廃炉のための人材育成とか、低レベル放射性廃棄物の処分、さまざまな業務を行っております、ところが JAEA、これまで人員もずっと減ってきておりましてで、予算も下がり続けてきております、まあ、こういう中で、実は私、大きな問題だと思っているのは、この事業を廃止する予算がないと。 いうことですつまりこれ、伺うと、j e a の今の施設、7、80ある中で、半分ぐらいも廃止するって計画上決めてると、ところが廃止をしようと思ったら、まあ、あの放射性物質がありますから、気圧管理もしなきゃいけないので、これ、維持費が今かかってるんです、ところが廃止するお金がないので、維持費がかかり続けてるというような状況を伺っております。jea ののの予算についいてて今ここういう、えー、季節柄でももありますぜひこの施設の廃止措置も含めて 必要な予算の確保努力していただきたいと思います文部科学省千原大臣官房審議官お答え申し上げます原子力機構におきましてはエネルギー基本計画を踏まえて東京電力福島第一原子力発電所の安全な廃止措置とに求められる研究開発基盤の強化またあの原子力の安全性向上のための研究開発 ままた原子力の基礎基礎盤研究等に取り組んででいいるところでございます一方、ご指摘ありましたとおり、施設の貢献連化や新規制基準対応へのなどが求められる中、限られたリソースで安全確保を大前提に研究開発を進めるために、原子力機構では所用する施設の約半数を廃止することといたしております。 研究での役割をえた施設につきましては必要な費用の精査をしつつ国民の皆様のご理解をいただきながら安全確保を最優先にあの廃止措置を着実に進めていくことが重要と考えております文部科学省といたしましては原子力研究開発機構の研究開発や廃止措置に必要な予算が確保できますようしっかりと取り組んでまいります 伊佐信一君この JAEA、あの福島の廃炉の,この人材育成というところ、大事な観点もありますので、しっかりとした予算措置をお願いしたいと思います。えー、次に発電所について伺います。えー、まあ活動状況の中でも、け田委員長からも説明があったとおりでございまして、今、この57基のうち、廃炉を決めたのが21基、で残り36基のうち、合格したのは15基と、まあ、まだ半分という状況であります。で あの私、大事だと思いますのは、この規制する側、規制当局と規制される側との対話、コミュニケーションも大事なんではないかというふうに思っております、もちろんこれ、緊張関係が当然必要で、この原子力村であったというのが大きな反省の一つではありました、ところが今、海外から見ると、日本の規制当局と事業者の間、あまりにコミュニケーションが取れてないんじゃないかと、まあ、こういうような指摘もありますで。例えばコミュニケーション不足が原因で 審査がいたずらに長引くようなことがもしあって、これが電力料金に跳ね返ってくると、国民の生活に影響を与えるというようなことがあっちゃいけないと、その象徴的なことが、この特住施設の話でございました、特住施設っていうのは、航空機がこの墜落してきたとき、突入してきたときのテロ対策として、制御する施設をこの今ある施設と別のところにも一応設けましょうと。 いうことになってます、まあ、大きな工事になるわけですが、この規制としては大事なことになっております、でこれ、5年の施工期間と、5年間猶予がありました、ところが、これ、なかなかその事業者も工事が進捗してなくって、5年の締め切りになって、ギリギリになって、すいません、間に合いません、できませんっていう話がどーっと来たと。 いうふうふに伺ってますこれ、事業者は前から、これちょっとどれぐらい時間かかるかなと、常に実はあの懸念がもともとあったというふうに伺っておりまして、この辺ももう少し密にコミュニケーションができてればこ、こういった事態にならなかったんじゃないかなというふうに思っております、まあ、こういう点も含めて、この規制当局と事業者とのとりわけ技術的な観点での意見交換、対話というものを日常から取っておく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか原子力規制委員会、福田委員長。 お答えをいたします、まあ、適切な規制を実施するためには、非規制者との意思の疎通や、まあ、相互の信頼感の醸成が必要だと考えており、そのためには事業者との適切なコミュニケーションが重要と認識しております。でこのために私たちは、まあ、審査会合、公開の審査会合を持つだけではなくて、事業者の経営,事業者の経営責任者、CEO や、原子力部門の責任者、CNO との意見交換の場を定期的に持ち、 事業者の取り組みや安全技術上の課題について議論を行っているところであります。で私たちは表で会う限り、表で議論する限り、いつでもどれだけの頻度であっても、あの事業者との間のコミュニケーションを行います。一方で、バックドアといいますか、非公開での場でのいわゆるネゴシエーションは決していたしません。で特定重大事故等対象施設に関して言いますと、あの先生おっしゃるように、ギリギリになって、 経過期間がもうぎりぎりになってから、どうも間に合いませんとであの、長期間にわたる工事ですから、事業者は当然間に合わないならば、1年なり2年なり、ないしは3年前にこれはどうも苦しそうだということは分かるはずですし、それから掘ってみたら岩盤が硬かった、これあの、どこに設置するかを決めるためにもともとボーリングはしてますから、岩盤が硬いなんていうことは数年前に分かっているはずです。 そうした事情をなぜ表の場で言えないのか、さらに言えば、工事計画認可のプロセスで言えば、彼らは期限までに建設をしますという計画を、最後のぎりぎりまでずっと公式には間に合うという立場を取ってきた、それにもかかわらず、表の場ではぎりぎりになるまで間に合いませんと言えない、そこに私は非常に大きな問題を考え持っています。 まあ相互に不信感があるのであれば、これを払拭していかなければなりませんし、表の場でえあのしっかりと医師の卒業を図れるまあ状況を作っていきたいと思います。もう一つ、先生のえご質問の中にありました、規制当局とそれから事業者の相,が相互の問題となる技術的課題に関して対話を行うためには、 まあ一例ですけれども、米国のように NEI という組織がありまして、事業者の技術的な立場を代表する組織がございます。でこれを、こういった組織があることは、規制当局にとっても、話す相手、コミュニケーションを真っ先に取る相手が明確になることですので、私は事業者があ、あのー、昨年ですか、原子力エネルギー協議会、アテナという組織を作ったということは、非常に良いことだと思っています。ただ NEI もその技術的な 評判でありますというか信用を勝ち得るまでに数年の期間を要しましたアテナも今まだ助走期間にあるところだと思っています私たちとしてはこれはあの,あの決して上から目線の言葉ではないあのつもりで言うわけではないですけれども事業者と同様に規制当局としてもアテナに育ってもらいたいと思っていますのでこのアテナにあの水泳の会議等にも参加してもらって技術的な課題について ないしは規制当局に対して、個々の事業者が言いにくいことがあれば、アテナが代表して言うという、そういった組織に育ってほしいというふうに願っているところであります伊佐真一君。ありがとうございますあの、まあ、こののコミュニケーションの話は 私はその、まあ、こんな問題があって分かってて、なんで言ってこなかったんだと、言ってこなかった事業者が悪いじゃないかと、まあ、もちろんそういう観点もあると思います、ただ、コミュニケーションというのは、やはり双方の努力によってこの成,立成立していくものじゃないかというふうに思っております、あの結局はそれによって、一番誰が損害を被るかというと、国民の皆さんになるわけですから、ここはこの、まあ、どちらが悪いという話じゃなくてです、ねで、とりわけ、岩盤があるどうのという話って、技術的な話なんです。 この技術的な話は経営陣と話してコミュニケーションを取ってますと言っても、なかなかそこは話に出ないかもしれません。そうじゃなくて、技術論で技術者同士がきちんと話し合う場、まあ、さっきアテナというのをおっしゃっていただきました、こういう場をしっかり育てていくということが私は大事じゃないかと、この関連で残り5分で、あと質問させていただきたいのは、さっきの40年の運転期間、これ、政府参考人で私、通告しておりましたが、ちょっと委員長に。 あのというのは、さっきの西田委員の方からも委員長にあの質問がありましたので、引き続き質問させていただきたいと思います。この40年の運転期間、原,子原発の運転期間というのは、6期法上、法律上書かれてます。だから40年を変えようと思ったら、この立法府で我々が変えないとできません。で、20年一度だけ延長できる、まあ、こういうようになっています。で、この解釈は、さっき委員長がおっしゃったように、みの上での40年なんだという点と、 でそもそも立法人に技術的な観点も含め、幅広い観点から議論をしたんだと、まあ、こういうご答弁、さっきしておりました。でただ、私、ちょっと思いますのは、この40年を議論したときに、果たしてこの9年間も止まるようなことを立法府が想定してたかということだと思います。こんなに長期間、40年のうち9年間ですから、これを想定し,たしてたのかどうかと、あるいは劣化というのを考えたときに、 原発の一番大事なところ、この原子炉の部分ですが、当然一番劣化が起こるのは中性子なんです、で中性子が一番足が当然、劣化の速度が速いので、まあ、ここが当然、1つ40年の根拠になっていると私は思っておりますで、ただ、委員長おっしゃったように、中性子だけじゃありません、時間の劣化、もしかしたら雨風もあるかもしれない、いろんなものもあります、だから私が申し上げたいのは、別にこうしろという話じゃないんです。 こうした技術的な観点を、ちゃんと事業者とも話をしてほしいと、対話をしてほしいということなんですが、いかがでしょうか現地の規制委員会、委員長あのお答えをいたします、それから先ほど西田先生にお答えした答弁につきましては、繰り返して申し上げることは避けたいと思います。でそのの上ででで確かかににこれ40年ですとと延長という問題に直接絡むものではなくて 原子炉というもの、発電所というものが時間を経るごとにどういうふうに変わってくるかということは、これは安全上重要な議論です。ですから、そういった意味で、先生、あの中性子税か、圧力容器の中性子税かを例として挙げられましたけれども、このほかにさまざまな劣化のモードはあります、さらに難しいのは、設計そのもののふ古さの問題であろうと思います。であの前回ですか、NO、の会議これ通常は私出ないんですけれどもあの 特に事業者から求めがあって参加したときにあの、圧力容器の中性子税下だけに特化したです、ね、あの後継年間に関する議論があったので、えまあ、つまみ食いをしないで、え全体の議論をあの意見があったら示してくれというふうにお願いをしたところです。えー、そこで、えー 来週だったと思いますすいません記憶の限りですけれども次回の水泳の会議ではさまざまな劣化モードの全体にわたる事業者の見解というのを聞くことになっておりましてまあ、そういった意味でまあ、ようやくその技術的な議論の庁についたところというようなところだというふうに思っております,、はい、す伊沢晋一君ありがとうございますもう委員長今おっしゃっていただいた通りだと思いますまあ、結局中性子だけではありませんいろんな観点を 結局は判断しなきゃいけないと。でそれも、まずしっかり技術的な観点も踏まえて、最後はもちろん、我々立法府の決断になると思いますが、ここはあのまず対話をしっかりと進めていただきたいというふうに思っております。えー、最後の質問になると思いますが、えー、プルトニウムについて伺いたいと思います。えー、今、我が国の中のプルトニウムは国内に9トン、で再処理をお願いしたイギリス、フランスに36.7トン。 合計トトンのプルトニウムを今持っておりますでこれ、昨年の原子力協定、日米原子力協定の延長の際に、いろんなアメリカからもご指摘がありました、日本はなんでそんなにプルトニウムを持ってんのかと。 そんな無駄なプルトニウムを、余剰なプルトニウムを減らしていくべきじゃないかと、相当の圧力があったかと思います、もうそのとおりだと思いますが、このまあプルトニウムに対して、これからもしモックス燃料加工施設とか再処理施設ができるんであれば、当然、またプルトニウム増えるわけですから、このプルトニウムについて、しっかりと減らしていくという姿勢を世界に示していくことが大事だと思いますが、いかがでしょうか、えー、内閣府、戸木大臣官房審議官。 お答え申し上げます、えー、我が国のプルトニウム保有量の削減に関しましては、まずはプル,トプルサーマルの着実な推進を行うこととしております。えー、加えて、平成30年7月に原子力委員会において、 決定した我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方におきまして、その取り組み方針を示しているところでございます。具体的には、まず、再処理等の計画の認可にあたっては、6か所再処理工場等の稼働状況に応じて、プルサーマルの着実な実施に必要な量だけ再処理が実施されるよう認可を行う。その上で、生産された木質燃料の確実な消費について、事業者に指導すること。 また、事業者間の連携協力を促すこと等によりまして、海外保有分の着実な削減に取り組むこと、さらに研究開発に利用されるプルトニウムにつきましては、情勢の変化によって機動的に対応することとしつつ、当面の使用方針が明確でない場合には、その利用、または処分等のあり方について、すべてのオプションを検討することなどを取り組み方針として掲げているところでございます伊沢慎一君、はい。終わります。ありがとうございました はい。